ますからね。そうですね。さあ馬場と上田馬之助がやり合います。そして上田軍団に入りましたこの鶴見五郎がジャイアント馬場選手の喉元に狂気攻撃。これは巧妙な狂気攻撃です。もう上樋口レフリーそれからリング下におります和田恭平レフリーの資格がもういっぱいありますからね。そうですね。この狂気攻撃はたまりません。ちょっとねマスクラスがね、うまく体をかわしているような感じがありますね。そうですね。さあリング上2人の選手が退場のようです。まずロッキー畑選手、ロッキー畑選手がいつの間にかレスラーの下敷きになりました。そして大熊元氏も退場でございます。大熊元氏も退場でございます。さあだん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 選手の数が少なくなっていきます。それでは今度は山田さん、話題をジャンボ鶴田に移したいんですけれども、83年鶴田には何を期待しますか。いやこれはね、やはり去年ね鶴田君との素晴らしいね、ハリーレースを相手にですね、自分の UNO ヘビー級タイトルを奪還した、リーフォールを奪ったと、大変に大きな成長を見せたんですね。そのジャンボ鶴田がジャンピング2パット、そのまま10周以上に覆いかぶさった。これでカウント3が入りまして、ジプシー・ジョーが退場でございます。とにかくね、ミスタープロレスと言われているハリーレースにパーフェクトな勝ち方をしたと、この実績を踏まえて、今年こそもう大飛躍の年だと思いますね。なるほどね、お話の間にアシュラ・ハラが退場でございます。ジャンボ鶴田選手、今年あたりは本当に NWA 世界王座の期待がかかるんですけれども、山田さんいかがですか。いややっぱりね、去年の実績から見て今年はやっぱりこういう時だと、チャンスもあるだろうし、それをやってのける可能性も十分出てきたということですね。さあお話の間にグレート小鹿とマイキー井上が退場を告げられました。現在7名の選手が退場ということになります。グレート小鹿もいなくなりました。さあリングサイドには上田馬之助が今度は狂気の椅子を持ちまして、ジャイアント馬場めがけて攻撃を展開しそうです。リングの中央、レスラーの大きな山、さあドリームマシンですね。ドリームマシンやられましたね。ドリームマシンやられました。怪力ドリームマシンやられました。それから今度は山田さん、天竜の方に話を移しましょう。去年は本当に、私生活ともども充実したレスラー生活を送りましたね。そうですね、いろんな意味でね、非常に充実していたと思いますけれども、今年の天竜にはですね、もう少しショーマンシップという点でですね、アピールするものが欲しいと思いますね。なるほどね、それから個人のタイトルはぜひ今年あたり取ってもらいたいですね。それはね、ぜひやってもらいたい、もうその時期だと思いますね。そしてまた春のチャンピオンカーニバル優勝の機会もありますよね。はい、そうですね、やっぱり若くてね、今ちょうど乗ってる時期ですからね。さあ場外ではジプシー・ジョーがセットに入りまして、ドリームマシンもこれに加わります。リングの中ではウルトラセブンがどうやらレスラーの下敷きになってしまいました。そして石川が今いますけれども、今度は天竜とキラーズはこのままやり合います。リングの中、佐藤昭夫会場ですか。石川君、佐藤君ですね。そうですね、佐藤昭夫が会場、まだグループマスターから残っています。佐藤昭夫会場で残り選手はあと9人になりました。石川が下敷き、佐藤さんも下敷きですね。一瞬の隙をつきまして、石川隆も会場、残りはいよいよ8選手に絞られてまいりました。しかしね、野田選手がね、えらい張り切ってますね。張り切ってますね。いつもはね、目標になってね、早々とやられてしまうんですが、今日はじっくり腰を据えてね、残ってますね。そうですね。さあリング上ではヘルナンデスとジャンボ鶴田、これは高松大会の特別試合が待っております。それから高松大会ではマスカラスと鶴見五郎の対決もありますけれども、鶴見五郎はすでに退場ということでございます。おっとトップロープから今度はフライングボディープレスを見舞いました。天竜に体を合わせました。あれはヘラクレスですか。そうですね、大きな体してますね、はい、なかなかの巨体ですね。天竜がピンフォールを奪われてしまいました。しかしまだまだ世界のジャイアント馬場がこのバトルロイヤル残っています。山田さん、この馬場選手の過去のキャリアの中でバトルロイヤル優勝というのはあるんですかね。あんまり記憶ないですね。私も見たことはないんですがね。やはりね、どうしても好目標になりますからね。今年はしかしまだまだ頑張ってますね。やっぱり上田君がいるからね、ファイト燃やしてるみたいですね。そうですね。さあ馬場と上田、馬場と上田、お待ちして馬場が上田を16万で場外に取り出しました。83年年頭のこの100万円争奪のバトルロイヤル、なかなかいい動きを見せております。今度は鶴田とマスカラスがコンビになりまして、共同作戦ヘラクレスをひとまず来て取ろうというところ、ジャイアントバンがセカンドロープからトップロープに上がろうとしていますが、場外から上田が来て
上田が来ました。上田が凶器を持っています。市内でめった抜きにしています。これをかばおうとする。さあ、リング上カメラが取り替わりました。フランスクロスアタックを見舞うビル・マスカラス、ヘルナンデスに思い切ってジャンボするたが乗りました。これでヘラクレス・ヘルナンデス最強ですが、まだ悪の軍団1人、キラ・コワサマタは健在ですね。そうですね、はい、キラ・コワサマタとジャンボがやりやすいです。そしてスルミ・ゴローとミル・マスカラス、高松大会ではこの2人によります特別試合もあります。おっと、スルタの足を打った。そしてニードロップを打つキラ・コワサマタがジャンボするたにカバーの体勢。スルタ、スルタ会場であります。この選手も上田馬之助と場外でやり合っておりますので、今2人リングアウトが告げられましたね。2人リングアウトが告げられました。いよいよリング上では4人の選手、ミル・マスカラスとミル・マスカラスと、それからソルミゴロ、そしてキラー・トーワカマタ、キラー・トーワカマタ、ジャンボ・スルタはもうすでに退場です。試合の権利がありません。残り3選手になりました。ミル・マスカラスが最後まで残るかどうか。ソルミゴロがキラー・トーワカマタの元元、まずドロップキックを打ったミル・マスカラス、さあ超人気ミル・マスカラス、今度はフライングボディアタック、そのまま抑え込んでどうだ、カウント3が入りました。ミル・マスカラスカウント3。キラー・トーワカマタが退場になりまして、いよいよ高松大会の前哨戦というふうに見て、いただきましょう。スルミゴローとミル・マスカラスの一騎打ち。さあ、これに勝った方が100万円だ、これに勝った方が100万円だ。いよいよ最後の2人、スルミゴローが頑張る。マスカラスコールが沸き起こった。マスカラス返した。マスカラス必死で返しました。スーパースター、このお正月のファンのお年玉でありましょう。ミル・マスカラス頑張る。さあ、ジャンプした、なんだ、フライングクロスアタック、スルミゴローの喉元に炸裂。そしてもう1回ダブルを合わせてまいりました。そしてボディープレス、そのまま抑え込んでカウント3。ミル・マスカラス仮面貴族優勝。19名参加のバトルロイヤル、最後に残ったのは仮面貴族ミル・マスカラス、堂々優勝賞金100万円。勝負は9分45秒で勝負がつきました。ミル・マスカラスが優勝ですね。やっぱりね、今日は最初からね、意欲的にね、身をかわしてね、あの2人が温存してましたね。本当ですね、明らかにやっぱり狙ってたんですね。はい、さあ、スーパースターの笑顔です。ミル・マスカラスの笑顔、もうお客さんは本当に喜んでおります。19名参加の日本テレビ杯争奪ヘビー級バトルロイヤル、優勝賞金実に100万円がミル・マスカラスに贈られます。さあ、さすがにスーパースター。まあ、序盤戦は試合を見ているというような感じが多かったんですけれども、そうですね、チャンスを伺ってましたね。はい、やはりあの19名というね、多いですからね、両サポートでなきゃ勝てませんね。そうですね、非常にクレバーなレスリングを展開いたしました。仮面貴族ミル・マスカラスが並みいる18人の強敵を相手に堂々優勝を果たしまして、日本テレビ放送も株式会社から優勝賞金100万円の大型の小切手が今ミル・マスカラスに贈られたところでございます。1983年のミル・マスカラスも非常に幸先のいい出足ですね。そうですね、やはり今日なんかね、いかにもあのベテランらしいですね、はい、頭脳殺法でこの19年のバトルロイヤルを制したと、こんな感じがいいですね。そうですね、堂々の19選手参加のヘビー級バトルロイヤル、